のお友達が待ってるみたい。渡してくれたらいいのにな。キラも楽しくなってきた。優しい心を宿しました。キラコ君の夢は何ですか。そして2015年トヨタはこのプロジェクトの経験を生かし、舞台は宇宙から地球へ。いつも寄り添い心のキャッチボールができるコミュニケーションパートナー、ヒロモミニ誕生。でもでも、サトミの心はお疲れモード。人の心を感じ取ってくれたり、一緒にドライブしたり、もう気をつけてよ、生活を豊かにしてくれる、どんな時も一緒のコミュニケーションパートナー、さとみの笑顔今日一だよ。ライフスタイルやコミュニケーションの在り方が変わる。ヒロモミニ、コミュニケーションパートナーと暮らす未来がこれから始まる。出発。